こんにちは。今日はですね、以前少し、携帯電話、スマートフォンの電磁波についてね、お伝えしたと思うんですけれども、やはりその家中もどこでも今そうですし、電磁波っていうのがかなり僕は目に見えないけれども、いろんなところで問題が出てきてるんじゃないかなというふうに感じています。例えばパソコンとかそういう電気のやり方、いろんなものをすることによって、パソコン、テレビ、ビデオ、いろいろありますよね。そういったものを使うことによって浴びる電磁波、それとオール電化っていうのも今どんどん出てきてますけれども、これも言ってしまっていいのかちょっと分かんないんですけど、オール電化はもう本当に電磁波の中にいるようなものですから、これはどうなのかなと、危険があるんじゃないかなと思っています。でもし疑問に思う方はいろいろ調べていただくといいですし、本で言えば船瀬俊介さんという方の IH 調理器を使う前にとか、なんかそういうタイトルの方がありましたので、それをね、読んでいただくと、もうちょっとね、怖くて、電池はもうちょっとね、考えないといけないなと思います。で、オール電化とか、あと IH 調理器ですよね。これもまたいろいろ問題があって、便利な反面ですね、やはり電池を浴びてしまう、かなりの電池が出ていますので、特に女性の方とか若い女性であれば、お腹にね、それが浴びていったらどうなるかっていうことですよね。もう妊婦さんなんかも絶対にやめた方がいいというレベルですね。ですから、電磁波に関してもいろいろとあるんですけど、言いたいことはですね、ただ冷静に見ていく必要があると思うんですね。もう絶対危険だっていうことも思わないし、まずは、目に見えないものですので、自分で、調べてみるっていうことが、ね、大事だと思います。で、スマートフォンにしても、携帯電話はもちろん出てるんですけども、それ以上に出てるのがスマートフォンです。で、今スマートフォンっていうのが急速にですね、広がってきていますので、もう本当にみんな、早い人では小学生から持ってるわけですよね。で、中学校、高校とずっと使い続けて、しかもいつも身につけているっていうことになると、これ大丈夫なのかなっていうふうに僕自身は感じています。で、それを直接会話するときに耳に当てて、通話するわけですよね。これなんか本当にもうもろに脳に当たってるわけですから、その時もちろん被害はなくても、それが蓄積されていくと、どれだけの、ね、害が出るかっていうのもですね、もう10年20年してみないとわからないわけですよね。ですから、本当にね、そこら辺はきっちりと、調べて、今のうちに対策をしていった方がいいと思います。で、車で走ってても、もう本当にみんな自転車で走ってる人とか歩いてる人って、みんなもうスマートフォンとか携帯を見て、前かがみでなんかこうごちゃごちゃやってるわけですよね。で、電車乗っても、たまに電車乗るんですけども、本当にみんな周りはですね、スマートフォンとかやってるわけでしょうね。何なんだっていうね。まあ別にそれも否定するもんでもないんですけど、僕自身ももちろんそういうことはあるんですけど、だからっていうわけじゃないんですけど、道端とか歩いてるときは、僕自身はもうそういう携帯を一切触らないようにしています。何をしてるかっていうと、やはり歩いてるときにその、景色を見たり、その場の、空気を感じたり、あるいはちょっとこう歩くときって結構瞑想がてらね、なんかこういろんなアイデアも想像力とか働かしてできるわけですよね。だからすることっていっぱいあるわけですから、携帯をそんな時にですね、見る必要が、まあ見てもいいんですけれども、なんかそのみんなやってるっていうのがね、嫌なんですね。集団で何かをする、だから多分僕自身は、孤独な、人間の方だと思うんですけど、あまり集団でこうなんか一緒にするのって嫌なんですよ。まあ、携帯とかは集団ではないですけれども、ただなんかみんな同じことをしてるっていうのはね、なんか本当日本人って奇妙だなというところも感じたりするんですけど、でも、まあ、それはそれでね、いいとは思うんですけど、電磁波のことをね、ちょっと考えていただきたいなということを思います。で、それがね、調べた上で大丈夫だと思えば別に大丈夫でいいと思うんですけど、やはり電磁波のカットするものとか、あるいは電磁波を中和してくれるものっていうのもね、実はいろいろ出てきてますので、そういったもので
防御していただく必要もあるのかなと思っています。まあ、ちょっとね、電磁波について、今回はお話ししてみました。以上になります。ありがとうございます。